兄さんにお散歩してもらってます。俺のことを忘れないで。こっちおいで。こっちこっち。兄さんにお散歩してもらってます。トイちゃん偉いよね。いい先輩だから。この間の今日は何からか教えてくれる。体が川の方に。迂回しましょう。人にこう掴まれるっていうのがさ、多分慣れてないと思う。やっぱ一緒にいる子がいるからかな。そうかもね。誰も思わないね。お、ここ。すごい良さそうだね。いい感じ。釣れた。中もちょっと入ったお水飲みな。お前歯入ってるのは大丈夫か。暑かったな。暑かったね。ちょっと泳がすか。できれば平気なんだけど。あれ。冬は抱っこ。とこあるじゃん。立っておいで。浅いとお玉がね。海は、いや、わかんない。おいで。おいこれ。うん、それより。はい。待って、はい。カメラの方に投げよう。おい。お、いいのか。ないのか、やっぱ水面上からこうやって見てると危険な進化だね。見て、秋、ほらひれついたよ。足のひれついた。当ててよ。だけど俺のことを忘れないように。秋ってさ、普段クールに全然やる気もしない。ある時普通と言ってすごい泣き始める。普段何にもないのにある時急に来る。今ペチってたね。でもね、海の毛づくろいよくするんだよ。なんか車の中でたまに海の毛づくろいして寝かせて、簡単に食べれます。はい。焼くだけに簡単に食べれる燻製です。撮影現場。こっちが撮影用現場で、こっちが生活感と思うんですよ。アッキーがなんか埋もれてるよ。わーい。もうやったら燻製。です。兄さんのお料理教室。これはすでに燻製されております。そんな余計なことない。今鶏肉食べた直後ってのもあるかもしれないけど。うちあんまりそこをぐるぐる回ると絡むよ。ういほらちょっとローテーブルすぎるかも。ダメだちょっと離す。ほらダメだよ。ここ行きなさい。さっきはね、こういうことしないんだよね。しょっぱいだよ。味付いてるもんダメだよ。体壊しちゃう。だってなんで地面に寝るの？涼しいから。